どうも皆さんこんにちは。ポケマゼ続きプレイしていきます。メニュー開発の方ができそうになりましたので、ポケモンのレベルを上げていきますね。はい、ピカチュウと不思議だね、レベルを上げましたんで、メニュー開発です。新メニュー、リーダーはピカチュウですね。はい、カンが登場しましたね。カンはスキルもしくはメガホンでしか壊せませんが、得意ギミックっぽいんで、最初少しは消せるのかな。とりあえずこの辺消しましょうか。そうすれば下の方に行けますんで、これでオリーブオイルをなるべく解除してあげて、んで、もう一回スキル貯めながら左側の缶少し消して、そしたらスキル2個できましたんで、まずは1個、3列は無理か。まず2列分消して、で続いてもう2列分消して、 OK ですね。あとは、隣接で缶2ついけるかな。いけなかった。まあでもこれでスキルでいけますね。あとはピカチュウ4匹、これでクリアです。モクロウのもっちりチーズピザ、ヒバニーとブイゼルが来店するようになりました。プリンとムックルレベル上げましたんで、メニュー開発です。では新メニューいきましょう。リーダーはプリンですね。はい、キャラメルと氷が登場しましたね。得意ギミックは氷とキャラメルかな。あ、間違えた、ポケモンミミックになってる。キャラメルもね、増殖するんで、なるべく早めに消したいですね。で、缶はしっかりスキルで消してあげる。隣接はね、広い範囲に取れますんで、なるべくキャラメルをたくさん消すことを意識するといいと思います。はい、あとは缶をプリンのスキルで消して、で、あとプリンが6匹ですね。はい、これでクリアです。マホイップのデコカップケーキ、メッソンとサルノニが来店するようになりました。ニャースアママイコゴンベレベル上げましたので、新メニュー開発です。それではオーダーいきます。リーダーはニャースですね。はい、マヨネーズが登場しましたね。得意ギミックはマヨネーズとナッツ。マヨネーズの中にいろいろ入ってるんですよね、ポケモンだったりギミックだったり。あとちょっと色かぶりしてってやや見づらい感がありますね。ガラルヤドンとニャースが似てるんですよ、色がね。で、マヨネーズの中にあれですね、スキルが入っているケースもありますね、こういう風に。よし、まあだいぶ出しましたんで、これは合体させてある程度広い範囲消して、うん、そしたら、まあいっか、これでナッツ全部消して、でメガホンで右側消して、で角砂糖を消して、
で、さらにナッツ、スキル合体させて消して、で、あとはスコアだけですよね。色が見づらい。はい、これでクリアできました。非面化のサラダアップデート、ソーナンスとミジュマルが来店するようになりました。はい、一旦これで今開発できるものは全てしたつもりです。残っているムーランドとキルリアはね、まだ、レベル上限解放ができませんので後回しにします。オーダー36いきましょう。あ、キルリアがちょうど、クッキーがないですね。来店にして、で、得意ポケモンはブルーでいきます。はい、トマトにオリーブオイルがかかっている状況ですね。とりあえずオリーブオイル解除したいんで、ある程度は解除してあげて、でスキル貯めつつ、うん、そしたら隣接でトマト入れられる分は入れちゃいましょう。どうしようかな。ホイップをスキルに消して、で、直接トマトを入れます。そして三つ星チャレンジ。なんかメガホンが左右でね、合体できますんで、これで下ある程度は一掃できそうですね。そしたらトマト入れつつの右側ホイップ消して、で、最後にトマトを入れてクリアですね。オーダー37いきます。どうしようかな。ミジュマルでいっか。初来店、得意ポケモンはチラミでいきます。チラミのスキルは右から左に向けて消しますので、スキル貯めて、そしたら角砂糖を3列分消す。これでいいと思いますね。で、またスキルを貯めつつ、ついでにホイップはね、なるべくちっちゃくしておくといいと思います。うん、そしたらこれで一掃できるかな。はい、まずは星1クリアで、次三つ星いきます。これもスキル合体でいいと思うんですよね。まずこれで1個スキル作って、で、それでもう1個スキルを作ってあげて、そしたら、下で合体させて範囲広げて、で、一掃ですね。はい、これでクリアです。ミジュマルは仲良し度上げるまでだいぶかかりますね。オーダー38いきます。ゼニガメがクッキーないんでゼニガメにしますね。得意ポケモンはペロリーム。ナッツが得意ギミックではありますが、まあペロリームのスキル自体がね、下から上なんで、これでまあナッツ消せる分は消して、どうしようかな。これでいっか。これでトマトが入る。
で次はナッツだけ先に消して、でスキルをピカチュウで貯めて、スキル残した状態でメガホンでホイップ消して、でトマト入ってクリアですね。三つ星アレンジいきます。ちょうどね、今スキル残しておきましたんで、そのまんま使えますね。1個だけ残っちゃいました。綺麗花マッチングさせればスキルできますね。いや、そんなことしなくてもペロリームの得意ギミックで1回でいけましたね。隣接でいけるんで、はい、これでクリアです。オーダー39いきます。ブイゼル、得意ポケモンはブルー。オリーブオイルが多めですね。とりあえずこれ15マッチとオリーブオイル下の方を少し消して、上の方にオリーブオイルがだいぶ溜まってますね。まあ、少しでもオリーブオイルは減らしつつ、そうですね、三つ星チャレンジのことを考えると隣接でいける分はいきましょうかね。これであと不思議種が5ですね。不思議種 5とホイップが1で、三つ星いきます。スキルは3つあります。残しておいてよかったですね。まず1つ右で使う、左側は合体させてポケモンも一緒に消してスコアも稼ぎましょうかね。そしてあとはスコアだけ、クリアできました。オーダー40いきます。綺麗花にしましょう。で、得意ポケモンがイーブイ、マスターシェフのイーブイかな。左右に、オリーブオイル付きのナッツと角砂糖ですね。オリーブオイル減らして、で、スキルで一掃して、で、続けて、あ、オリーブオイル消えなかった。はい。ナッツもまとめて消せればいいんですが、ちょっと無理か。そしたら、どうしようかな。メガホンで消すか。さあ残り手数5、いけるかな。これでスキルができて、ちょっと怪しいですね。あ、いけるか。で、またスキル貯めての、で、まとめて消してクリア、いけました。
はい、では今回はオーダー36から40でした。ご覧いただきましてありがとうございました。